はいどうもサシコンのベースボールマガジンへようこそえー、っとですね先ほどね日本対メキシコのね戦いでですね、えー、なんと、えー、勝ちました、おめでとうございます、本当にさよなら勝ちですね、えー、今ねちょ、テレビ中継見てまあ今日は祝日でねでな,おなおかつ私もねお仕事休みになったんでねまあ、テレビで見てたんですが、まあ、最初はねもうすごいイライラしてたんですよ。 もう村上が全然もう打たないし3三,三振で役立たずで佐々木朗希が打たれてるしで外野であの黒人のメキシコ人のやつがホームランボールをキャッチしてでそれをなんかプレ試合中のにかかるサインしてて俺、ぶち切れてたりとかさまあもう、これ絶対負けるだろうなと思ってたら、ね、勝ってましたね、うん、勝ちましたいやまず、まあ、そもそもまあ佐々木朗希君がね、まあ、3点取られて、まあ、そ,その後に山本というね 本当に多分俺、絶対山本、明日の試合で、決勝戦とかでまああの先発で投げるかなと思ったけど、もう投げちゃったってことなんで、山本の無駄遣いなんかすんじゃねえって俺は思ったけどね。でも山本が投げたことによって、やっぱ点数をここまで抑えれたんじゃないかなと私は思っている。やっぱ正隆さんのタイムリー、タイムリーじゃない、ホームランか。ホームランも良かったね、あれ。入るとは思ってないフライがね、まさか、最後の最後に伸びたからね。 で今ちょっとねあの中継でま村上くんのねあのー、さよならヒットのーリプレイがやってるんですけどもねまああの良、ー、かったよ、うん、ま全、あ、身守備してるからちょっとこれもし普通の定位置あるいは深く守ってたらまあ、普通のフライではあったものの、ね、やっぱ状況は良かったんでしょ、ね、うね、ん、まあ、メキシコ人の人たちも村上はもう多分どうせ打てねえだろうっていうみんなもう甘く見てたんですよねまあ、僕も甘く見てた。 絶対打てねえと思ったもんあ、もう村上かよ、もう変わるよと、もう穂高をデギューラーにしろって俺、思っちゃったぐらいかよね、まあ、そんな村上がね、やっと役立たずが脱却して、よう頑張ったと思うよ、うーん、まあこれ、これでさ、あのゴールじゃないんだよ、明日の決勝戦で、その村上の活躍が、もう本物やとね、あの確証を得れるようにしてほしいっすよね。 そんな活躍してほしい、うんまあ。というわけで、まあ、本当今日はね、よく頑張ったと思うよ、じゃあお疲れ様でした、サムライジャパン、ゆっくり休み、ね。